日本生命所属選手によるパリ五輪報告会が20日、都内で行われ、カナダ代表で柔道女子57キロ級に出場し、金メダルを獲得した出口クリスタ、28が登場した。長野県塩尻市出身、日本生まれ日本育ちのクリスタだが、今回はカナダ人の父の母国代表で、妹のケリーと共に五輪に初出場した。 前回の東京五輪は当時世界ランキング1位だったが、先行レースで敗れた。パリで雪辱の金メダルを勝ち取り、試合自体はあまり納得のいく試合ではなくて、本当に運もあったかなと思うんですけど、延長戦の苦しい時に皆さんの声援が聞こえた気がします。と、この日会場に集まったファン、関係者に報告した。帰国後は、 お盆休み中だったので、例年だったら家でダラダラ過ごすんですけど、今回はメダルを持って帰れたので、たくさんお仕事をいただいた、と多忙の日々を送った。それでも、東京五輪後に亡くなった母方の祖父の墓参りには、姉妹で行けたようで、ギリギリおじいちゃんを送り返せたかなという状態です。東京五輪がダメだった後におじいちゃんが亡くなってしまって、 金メダルを見せることができなかったので、お墓の前で取れたよと報告させていただきました、と話した。報告会終了後には報道陣の囲み取材に応じ、選考会で勝ち残るためにたくさん試合に出て、ちょっと今は疲れている状態。一旦競技者としての柔道から離れる、と休養を発表。ただ、完全に柔道から離れるわけではなく、シンプルに柔道をやる人と言ったらおかしいけど、 試合に勝つための練習じゃなくて、自分が強くなるためだったり、また今回ダメだったところを直せるような練習をして、その先に次があると思うので、ひとまずちょっとお休みが欲しい、と休みながら、自身の柔道を追求するつもりだ。